タレミカコが、不可恐化で、違和感がすごい、アンドスキージャンプ高梨沙羅、顔が気になって集中できない、2023年夏休み、顔面変化、騒動トップ2、猛暑日の続く今年の夏、同じく日々、ホットな芸能情報を発信してきた本サイトが、2023年の1から8月に報じてきたニュースの中から、多くの人の関心を集めた記事を振り返る、夏休み特別企画。今回は、顔面激変、騒動の人気記事トップ2。2、とっても綺麗になったね、高梨沙羅、VS 魂で別人級印象激変。女優さんみたい、女子スキージャンプの平昌子林銅メダリスト高梨沙羅選手、26、が7月13日に放送された、VS 魂グラデーション、超豪華、夏の3時間 SP、フジテレビ系に出演。この日の放送で、高梨は風間俊介、40、間宮祥太朗、30、遠藤憲一、62、と共に人気企画、ババ抜き最弱王決定戦、ババ魂に登場。その際、高梨の遠藤憲一さんに渋い顔と声で名前を呼んでほしいというおねだりに対し、遠藤が、沙羅ちゃん、綺麗だよと応じるシーンもあり、ありがとうございますと感激した様子を見せていた。センター分けのサラサラロングヘアに大人っぽいメイクで登場した高梨に、ネット上では、とっても綺麗になったね、めっちゃ可愛いじゃん、女優さんみたいと好意的な声が上がっていた一方、変な言い方だけどこの人にこの顔は似合わない、高梨沙羅、誰？また顔変わった？高梨沙羅ちゃんだって気づかなかった。高梨沙羅ちゃんの顔が気になって集中できないと顔面の変化に注目する声も。高梨はここ数年、バッチリメイクでメディアに登場するようになっていますが、以前の素朴なイメージが未だにしいのかもしれません。顔が気になって集中できない、顔面激変、指摘が続出した高梨沙羅。10代の頃から活躍している高梨であるがゆえに、大人になってからのルックスの印象が定着するまでには時間がかかるのかもしれない。第1位は、あの人気女優の目元が華やかに。1位、こんな顔だったっけ。多部未華子に、顔面激変、指摘殺到。不可恐みたいに、違和感がすごい、女優の多部未華子、34、が、このところ、顔面激変したとネット上で話題になっている。俳優大倉孝司、48、と共に、6月5日に放送された、突然ですが占ってもいいですか？フジテレビ系に出演した多部、人気占い師星ひとみ、42、から鑑定を受けたのだが、放送中や放送後、ツイッターでは、多部ちゃんを見るたびに多部ちゃんってこんな顔だったっけ？って思う、多部ちゃん不可恐みたいになってるじゃん。よく見ると多部ちゃんだけど、パッと見は別人だった。めちゃくちゃメイク濃くて違和感がすごい。顔変わったな。いつ二重にしたんだろ？と違和感を訴える声が続出した。19歳の時にヒロインを務めた NHK 朝ドラ、翼をはじめ、11年、デカワンコ、15年、ド S 刑事、17年、先に生まれただけの僕、すべて日本テレビ系など、これまでのキャリアの中で多数のドラマに出演してきた多部さんですが、20代の頃までは涼しげな奥二重と量産型ではないクールビューティーな顔立ちが印象的でした。しかし、彼女の変化が囁かれるようになったのは、主演を務めた19年の、これは経費で落ちません。NHK、あたり、ちょうど30歳前後のタイミングです。同年8月25日に放送された、行列のできる法律相談所にもゲスト出演したのですが、以前と比べて目力が大幅アップした姿に、顔が違う気がする、こんな美人だったっけとネットがざわつきました。その後も、多部さんは、私の家政夫なぎささん、マイファミリー、共に TBS 系とヒット作に立て続けに出演してきましたが、少し前のビジュアルイメージで止まっていた視聴者の間では、たびたび驚きの声や整形説が噴出。加えて、今回の、突然ですがあの多部さんはドラマ出演時よりも色味を使った濃いめのメイクをしていたので、視聴者の関心を集めてしまったのかもしれません。確かに、番組内で紹介されたデビュー時や19歳頃の写真と比較してみると、目元が華やかになり、だいぶ印象が変わっている気はしますが、私生活では2019年10月1日に写真家の熊田孝樹氏と結婚したことを発表したほか、21年12月に第一子を出産したことを公表。
妊娠や出産を経て顔立ちの印象が変わる女性も少なくないことから、食べもこうしたプライベートな影響を受けているのかもしれない。突然ですがあの中で、星氏から、束縛嫌いで男の人に依存するタイプじゃない。だけど母性めっちゃ強いから、子供のために、それでやっていけるタイプと鑑定された多部さんはそれに同調し、本当に過保護に、自分も愛されて育ってきてるなって思いが強いので、将来自分に子供ができた時に、親孝行しようっていうより子供に自分がされたことと同じことをしてあげようみたいな気持ちではいましたと結婚前から抱いていた育児に対する考えを明かしています。さらに、基本的に他人に興味がない、日常生活、何においても負けたくないという気持ちでしか生きていませんとも語っていましたし、男気のあるさばけたキャラクターも幅広く支持を集める理由の一つでしょうね。一方、仕事面については、本当に今までも自由にこれやりたいって思ったものしかやってないので、そのまま続けば嬉しいなと思っているとマイペースに語るも、星氏からは、ここからすごい化けるよ。40代後半で一番いい、凄まじい役が来るからと今後の活躍について太鼓判を押されていました。元より演技派として知られる多部さんですが、まだまだ伸びしろがありそうで楽しみですね。パッと見は別人、顔面激変な話題。最新の多部未華子、もう34。母親とか信じられんと驚きの声が寄せられるほど、長年にわたって視聴者に親しまれている、多部ちゃん。ビジュアル&女優業の両面でさらなる進化が止まらない。